皆さんこんにちは、小場です。中橋です。はい、今回のテーマはまたヤフーニュースからちょっと持ってきたんですけど、はい、インだけ東大で陰口を叩かれる、学歴ロンダリングの人たちの憂鬱ということなんですけども、はい、まあ中井さん、僕ですね。まあ中井さんでもね、院卒業までしてない。そうですね。まあ途中で辞めちゃったんで、なので、はい、あれですけど、まあ一般的に自分の出身大学よりもレベルの高い大学院に進学することを学歴ロンダリングというふうに揶揄するという、まあ、ものがあるということですね。うん、で、いくつかのパターンがあるので、ちょっとそれをね、今回記事から引用させていただいて紹介をするのと、はい、まあ僕らがそれをどう思ってるかについて最後まとめ的に話したらいいかなというふうに思います。はい、まず一人目なんですけど、メーカー勤務の30代の男性。私立大学の理系出身なんだけれども、大学院は東大を出たと。学歴コンプレックスを払拭するための理由もあると正直に本音を明かしてくれたということだそうなんですね。で、大学1年生の時に仮面浪人をしようと、受験の参考書を持ち込んでいたぐらい、ちょっとコンプレックスがあったと。ただ、まあ、実際にはですね、なかなか、まあ、自分の勉強がうまくいかなかったので、学歴マウントを取られるのが悔しかったということで、大学院で、まあ、行ったということだそうですね。再受験は諦めたということです。確かに。で、もちろんね、その学歴ロンダリングを就職した後にいじられることもあったということなんですね。例えば、慶応の大学院の上司、卒業上司が A さんを紹介するときに、こいついいんだけ東大みたいな、いうような、紹介をしたりとか、最終学歴は東大だけど大学は違うっていうふうに言われたりとか、うん、わざわざ大学院だけが東大と移住できたということだそうなんですね、うん、で、それに対して学部は〇〇大なんです、なんかすいませんっていうふうに苦笑いをするのが定番の回答で、まあ、正直面倒だということで、まあ、自分もコンプレックスあるけど、うん、上司も学歴コンプなのかなみたいなことを書いてあったということですね、まあ、はい、うん、で、次、逆に今度は東大から私立大学の院に行って逆学歴ロンダリングっていうふうに、まあ、記事に書いてあるんですけど、そういう人もいるそうなんですね。で、まあ、理工系のですね、大学には、理系の専門分野しかないと思われがちなんだけれども、実は大学院には、社会人間科学系の大学研究室もあって、そういうところに行きたくて、まあ、行ってみたということだそうなんですね。で、ただ、まあ、この B さんという方がですね、大学院に進学した理由は、就職をしたくなかったからという、まあ、結構消極的な理由で、まあ、大学院を進学したそうなんですね。はい。なので、まあ、あちこちで逆学歴ロンダリングというふうに、まあ、ネタにされるんですけど、まあ、最終学歴は大切ですからと言って笑ってやり過ごしているそうでございます。はい。なので、そんなね、方もいらっしゃるそうなんですけれども、まあ、はい、どうですかね。そうですね。まあ、僕はちなみに全く気になったことないんですよ、今の人生で。なるほど、なるほど。まあ、確かに、東大っていう名前をね、いろんなところで出していただくこともあるんですけど、僕そもそも辞めてるんで、まあ、東大っていう感覚はそもそも持ったことはないんですけど、はい、まあ、なんか、多分まあ、皆さん気にしすぎなんじゃないですかね、単純に。そうなんですよ。はい。気にしすぎですね。なんか、学歴ロンダリングっていうのを、まあ、どうなんですかね、まあ、多分、日本人が、学歴の話が好きなんですよ、まあ、確かに確かに。それでなんかロンダリングとかちょっと面白いというか、ネタにしやすいじゃないですか。うん、まあ確かに、そうですね。だからまあ言われたり、うん、言っちゃったりするのかなっていうのは個人的にはちょっと思うところはありますね。うん、そうですね。うん。なんか、なんでもね、ただ、それには僕理由があると思っていて、はい、日本ってある種平等だからだと思うんですよ。なんでかというと、多分じゃなくてヨーロッパとか、アメリカとか、まあ特にヨーロッパかな。うん、あと、本当に学歴社会なんですね。うん、で、本当に階層社会なんですよ。うん、だから、例えば中橋さんの東工大卒みたいな人って、うん、もう東工大卒というだけで、社会的地位がだいぶ上ですよみたいなことになっちゃうわけですよ。ああ、なるほど、なるほど。そう。とか、例えば、通ってた高校の名前を言うと、あ、いいとこのお坊ちゃんですねって。うん、例えば変な話ですけど、確かに改正とかなど出てる子って、うん、まあ、ご家庭も比較的平均年収高いけど、うん、もう社会階層的にめっちゃ上ってないじゃないですか。うん、必ずしもそうじゃないですか。確かに、まあ、灘のね、子は医者の子が多いとかありますけど、うん、まあでもそうではないけど、やっぱ海外とかそれが全然あったりするんですよ。うん、ってことをやっぱ考えると、やっぱりその学歴いじりがもう NG じゃないですか、そこまでいくと。確かに確かに。そう。だけど日本って別に例えば東大でも変な話ですけど、ニートがいたりとか、うんうん、別に中卒でもめちゃめちゃ成功する、まあ、人がいたりとか、まあまあ、それは海外でもね、同じなんだけど、うん、でもそこまでこう階層が分化してないので、日本と比べると。うん、なので、そういうちょっとこう、ある種エンタメ的な部分に使われちゃうのかなって学歴。まあ確かに確かに。それはあると思うんですよね。はい、例えば、まあ、僕太ってて、まあデブとかなんか言われます、いじられたりしますし、うん、例えば頭のね、髪の毛薄い人はハゲだとか、まあ芸人さんとかでよくそういじるとかあるじゃないですか。うん、
ですか、うん、ハゲとるやないかみたいな、うん、でそれって、まあ、コンプレックスだし、まあ、よくないことだけど、まあ、いじりにできるぐらいの多分社会的認識じゃないですか、うん、そうですね。ただゴリゴリに例えば今例えば LGBT 問題とかありますけど、ああいうのゴリゴリにいじっていったら、うん、絶対 NG じゃないですか。絶対 NG です。じゃないですか。だからやっぱりそのそれぞれの時代とか社会の違いとかでもそういったものってこう変わってくると思うので、うん、その中でちょっと学歴が多分ある意味みんな共通で分かってて、ちょっとやり、いじりやすいポイントなのかなっていう。まあそうですね。まあ言ってしまえば、その本人の元々の素養ももちろんあるんですけど、結局その努力量で変えられた部分も過去あるので、なんかまあいじっても、まあ結局その自分責任だよねみたいな感じの共通認識がある部分も、まあいじれる部分はあるのかなと思いますね。そうだけど変な話ですけど、例えば僕が、例えばですけど、東大の大学院出てる人に、大学院だけ東大だよねって言ったとしても、まあ、ちょっとそれも良くないかもしれないけど、でも、東大って認めて5つそれを言ってる分って、まだギリギリセーフじゃないですか。だけど、例えばピュアにですよ、言い方悪いけど、例えば法政大学の人連れてきて、お前法政だもんなって言ったら、ただのいじめじゃないですか。いじめです、いじめです。ゴミじゃないですか、このこいつ。最低じゃないですか。だから、そんな意味で多分、ロンダリングってこういじられやすいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、確かに確かに。そう、ある種最後は、いいとこに行ってるんで、まあ、別に東大じゃなくても、東大でもどこでもいいんだけど、その、プラスアルファで通ってるんで、ある種その羨ましさとかもあるし、周りから見たときに、まあ、ある種やっぱいいなっていう部分もあるからこそ言われるのかなって。それこそ例えばさ、東大に入った人だって、よく自分でも言うじゃないですか。偏差値何とかから東大とか。偏差値いくつから早稲田慶応とか言うじゃないですか。だってなんかこう逆転してるみたいな、かっこよく見えるわけですよ。確かに確かに。そう。だけど、周りの人が、お前逆転合格で早稲田でなんと言わないじゃないですか。言わないですね。だけど、ロンダリングだと、その、学歴ロンダリングって言われるものだと、学部はここで、院がここだから分かりやすいですよ。誰でも。まあ確かに確かに。そうですね。周りの人に言われちゃうのかなっていう。し、ちょっとこう、多分嫉妬もあると思うんですよね。さっきのその、慶応の上司の話じゃないですけど、自分の部下ね、東大の院で、なんかちょっといいな、みたいな。まあでも、すごい、これなんか自分が良くなかった時の話をするんですけど、確かに僕行った大学院のところとかって、まあ正直、その外部の子が多いんで、理科大の子とかも多かったんですけど、理科大の子とかには何も思わないですけど、ただね、日大とかから来てる方もいたんですよ。そしたら、うまいことやったな、こいつっていうのは、内心正直思ってましたよ。まあ、そうですよね。ただその、うまいことやるのも、その自分の生き方ですもんね。そうですね。だから変な話だけど、例えば高校1年生で大学受験スタートします。でもね、高校受験までは、全然勉強してませんでした、だからもうあの数学も全部捨てて私立文系3科目で突破して総計受かりますって人っているわけじゃないですか、それは多分本質的にはですよ、多分人間なんかこう日本の国が考えているその教育システムというか、そこからはめちゃくちゃ外れてるじゃないですか。そうですね。そこそこ、まあね、あの受験勉強はしなくても数学とかもそこそこちゃんとやってみたいな、いろいろちゃんとやってるってことを考えてる中で、数学の授業1ミリも聞かないでギリギリ単位だけ取ってみたいな人もでもいるわけで、でもそういう人だって別にうまくやって大学入ってるって別に誰からも批判されるわけじゃないし、まあ自由にあのやればいいとは思いますけどね。そうですね。はい、なので、まあでもうまくやる人も必ずいるし、それこそね、社会に出てからの方がエグいじゃないですか。まあそうですね。そうなんですよ。大学院とかって一応でもさ、試験があるじゃないですか。試験があって、しかもまあ、そのさすがに不平等すぎる採点の仕方とかは多分行われてないだろうと推測できるけど、ね、それこそこう入社試験とか、転職の面接とか、もうぐちゃぐちゃじゃないですか。いや、ほんとそうですよ。ね。なんかもう、こう、人の好き嫌いとかで決まったりとか、縁故採用とか、そんなのばっかりじゃないですか、世の中。そもそもそう、チャンスが別々ですから、ね、そう、チャンス機会が違いますからね。そうなんですよ。うん。立てる場が違ったりするので、はい、そういう意味で言うと、まあ別にね、学歴ロンダリングっていうふうに言われたとしても、僕は気にしなくてもいいのかなって思うし、でも個人的にちょっと一言言わせてもらうなら、その学歴ロンダリングに変わる言葉が欲しい。まあそうですね。なんかその端的に偏差値が高い大学院に行ったことをロンダリング以外で呼び方がないんですよ今。うん、まあ本当そうですね。良い感じの大学院進学的なキーワードがないですかね。なんかあると確かに確かに。なんかそっちで、ね、こう僕らも表現したいんですけど、どうしても一言で分かりやすくっていうとなんか学歴ロンダみたいになってなっちゃうんで、その用語を誰かが発明、まあ僕らが発明すればいいのかもしれないけど、誰かが発明してくれれば。まあちょっとね、皆さん過ごしやすくなるのかなとは思いますね。はい。はい。ただ基本的には、やっぱその最終学歴というのが就職活動とかでも見られるんですが、やっぱり例えば東大をたくさん取るような会社の人とか、まあ、それ以外の会社でも、まあ、ある程度学部の学歴も見てはいるので、まあ、なんか絶対にこうやれば得ができるってものでもないとは思いますけどね。うん、まあそうですね。はい。ただやっぱり最終学歴は非常に重要。その面接とかの時の足切り材料にもなったりするし、とは思いますね。はい。あとはやっぱり海外に行くと、やっぱ僕は強いと思いますよ。
まあそうですね。はい。確かに確かに。正直、海外に行った場合、よくわかんないですけど、例えば慶応大学を出て、東大の院に行った場合と、日大出て、東大の院に行った場合、多分同じぐらいの評価になるじゃないですか。ほぼ同じですね。なので、そういう意味で言うと、やっぱりね、大学院大事かもしれません。うん、はい。あとはなんか個人的には、なんかもう学歴言うんだったら、もうアメリカとか行けよって思います、ね。いや、ほんとそうですね。アメリカとか行って、アメリカの大学院を一生懸命、めちゃくちゃ辛いと思うんだけど、めちゃくちゃ大変なんだけど、頑張って卒業してきたら、もうどこの東大の大学院よりすごいですから。うん。はい。まあそういうことですね。なんか、そういう記事僕この間見ましたね。なんか、慶応大学出身の、なんか、同級生がマウント取ってくるから、飲み会に、その、MIT 出身の人を置いて、呼んで、MIT にマウント取らせて、大したことないねって言わせるみたいな記事読みましたね。あ、怖い。いや、嫌なんですね。はい。そうそうそう。でもなんか、学歴のね、マウントとかはね、本当にやめた方がいいと思います。うん、はい。僕もね、ドヤドヤしない理由は、やっぱり、どんなにドヤっても理想の人には勝てないと思っているので。本当そうです。はい。そういうことをしても仕方がないです。はい、ただ、まあ、受験屋さんとしてね、まあ、言うべきことは言っていこうと思っているという次第でございます。うん、はい。というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。